はい、こんにちは。今回は歴代ヘビー級でパンチ力がすごかったボクサーを紹介いたします。褐色の爆撃機と呼ばれたジョー・ルイスはヘビー級王座を25度防衛した偉大な王者で、史上最高のヘビー級チャンピオンと呼ばれております。身長は187センチでしたが、自分より大きな相手と対戦してもパンチが強く、コンビネーション、角度、パンチの軌道などに優れていたので、打ち負けない強さを持っておりました。ジョー・ルイスはジャック・ジョンソン以来、史上2人目のアフリカ系アメリカ人世界ヘビー級王者であり、ジャック・ジョンソンとは違って王者として受け入れられ、さらに英雄視されました。ロッキー・マルシアノは1947年にデビューし、8年間にわたって49戦全勝でキャリアを終えました。マルシアノはヘビー級では身長が低かったのですが、強烈なパンチで勝ち上がり、世界王者になる前、偉大な元王者のジョー・ルイスを8ラウンドで KO いたしました。全勝のマルシアノはボルコットの持つ世界王座に挑戦しましたが、初回にダウンを喫し、以降も王者ウォルコットの体格とパワーに圧倒されます。マルシアノは全勝を続けていますが、苦戦した試合も多く、そんな時は低く構え、相手のジャブを外し、じわじわ接近して強打を爆発させるのです。ヘビー級の中では小柄なタイソンですが、巨漢ボクサーをガードの上からもなぎ倒す破壊力と、並外れたスピードで相手を簡単に KO していきました。レーザーの身を持つドノバン・ラドックは切れ味鋭いスマッシュで KO の山を気づきました。タイソンとラドックの強烈なパンチを持つ二人のハードパンチャーがノンタイトルでぶつかりました。ダグラスにまさかの KO 負けを喫したタイソンですが、パワーは未だ健在で、初回からラドック相手に飛び込んでいきます。ラドックのスマッシュは、はじめの一歩という漫画の中で千堂武が使っているパンチなのですが、208センチのリーチがしなり、強烈な破壊力なのです。ラドックが勢いに乗ってきましたが、7ラウンドにタイソンは左右のフックで逆襲し、力ずくで激闘に終止符を打ちました。サモアで生まれ、ニュージーランドで育ったデビッド・ツアーは
アマチュア時代にオリンピックで銅メダルを獲得いたしました。プロ入り後は剛腕から繰り出されるパンチで KO を量産し、ジョン・ルイス、ハシーム・ラクマン、マイケル・モーラーなどを KO しております。ツアは身長が低いのですが、桁違いの頑丈さを誇り、ダウンしたことがなく、ぐらついたことすらほとんどないのです。全身を使って繰り出される剛腕は一発一発破壊力があり、多くの相手がマットに沈められたのです。残念ながら世界王者になれなかったのですが、関係者からの評価は高く、2003年にリングマガジンが発表した史上最も偉大なパンチャー100人に選出されました。37戦全勝、34KO という戦績を引っ提げ、世界王者ジョー・フレイジャーを2ラウンドで葬ったフォアマンは、ゾウも倒すと呼ばれたパンチ力で KO の山を築いておりました。初防衛戦でも猛威を振るい、たった1ラウンドで対戦相手を失神させました。モハメド・アリを含め多くのボクサーが歴代最強のパンチ力はアーニー・シェーバーズと証言しております。しかしロン・ライルはその最強パンチ力を20発以上もめった打ちされても耐え、打ち合いを挑んだのでした。猛攻に耐えていたロン・ライルは6ラウンドにパワーのあるパンチを炸裂させ、壮絶な戦いに終止符を打ちます。1976年1月にこの2人の猛者が激突するのですが、両者はモハメド・アリへの再挑戦のため、この試合は絶対に負けられないというモチベーションと、ハードパンチに耐えないと勝てないという決意で戦いに臨んだのでした。フォアマンは長く強いジャブで試合をコントロールしようとしますが、ライルが放つ右ストレートを初回から浴びてしまいます。初回ピンチに陥ったフォアマンですが、2ラウンドには立ち直り、重いパンチで反撃を試みます。4ラウンドに入ると劣勢だったライルが強烈なパンチを続けてヒットさせ逆転します。ダウンを奪われたフォアマンはダメージがあるにもかかわらず、休むことより打ち合いを選び、激しい打ち合いの渦に入っていきます。今度はフォアマンが仕留める番ですが、ライルもクリンチをせず
打ち合うことを選びます。そしてフォアマンはライルの気迫に押され始めたのです。5ラウンドが始まってすぐに打ち合いますが、フォアマンは4ラウンド終了間際のダウンで深刻なダメージがあるのですが、断固たる決意で打ち合っているのです。僅差差でモハメド・アリに逆転 KO 負けを喫したフォアマンは、アリと再び戦うため敗戦を拒否し、重いパンチを振るい続けるのです。この試合は言うまでもなく1976年の年間最高試合に選ばれました。そしてフォアマン自身が最も思い出深い試合と語っておりました。アリとの再戦が叶わなかったのですが、フォアマンは再び世界ヘビー級王座に挑戦しました。Champion of the world! Big!